どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、ミサイルズミニガンっていうモッドになります。こちらのモッドはですね、新たに武器が追加されるモッドとなっております。製作者さんの手によってカスタマイズがされましたミニガンが追加されるようになっておりまして、発射される弾薬の方が 5ミリ弾ではなくミサイルとなります。で、通常の武器作業台の方でも改造の方が可能となっておりまして、入手場所としましては、ボルト111、外側エレベーター付近にて入手の方が可能となっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんが、自分の場合はですね、 クラフト系やチート系モッドが置いてある下にロード順の方を置いてありますそれではですね簡単にですがどのような武器が追加されたかご紹介の方をしていきますで現在はですね入手場所となりますボルト111外側エレベーター付近の方に来ております で、通常の武器作業台の方でも改造ができるようになっておりますのでお好きなアタッチメントをつけて頂ければなと思いますそれではですね簡単にですが試し撃ちの方をしていきます 簡単なご紹介となりましたがこのようにミニガンからミサイルが発射できる武器が追加されるモッドとなっております通常の武器作業台の方でも改造の方ができましてユニークな武器となっておりますのでまた良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてくださいそれではですね今回はミサイルズミニガンっていうモッドの紹介でした ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。